定例会見を行います。今国会もよろしくお願いいたします。先週はちょっと体調崩しまして、お休みにしてしまいましたが、今週からきちんとやりたいと思います。私の方から2点ほど冒頭発言しておきたいと思います。一つは、予算委員会でのこの間の、野党の質疑、そして首相の答弁についてであります。で、私たち日本共産党として、また野党で協力して、この間予算委員会において、桜を見る会の疑惑、カジノ汚職の問題、これを追及しつつ、国政のさまざまな課題、新型肺炎の問題、あるいは消費税の問題、雇用の問題、全体を議論してまいりました。その中でですね、桜を見る会疑惑について、今の論戦の、到達点について、発言しておきたいと思います。一言で言ってですね、安倍首相の答弁は、この問題で、あらゆる問題で、日本語で説明ができなくなっているという状態だと思います。例えば、桜を見る会自体の私物化疑惑の問題、これは大きな焦点になっております。この問題について、安倍事務所として幅広く募ったけれども、募集はしていないと、こういう答弁が出てまいりました。で、結局ですね、安倍事務所として推薦は行ったけれども、最終的な取りまとめをやったのは内閣府、内閣官房であるから、公職選挙法違反に当たらないんだと、これで来たわけでありますが、昨日ですね、我が党の宮本議員が、それでは、内閣府、内閣官房によって、断った人が一人でもいるのかと、そういう通知が安倍事務所に行ったのかと、こう正したのに対して、安倍事務所に連絡がないと。いうのが答弁でした。結局ないわけですよ。全部フリーパスで、安倍事務所が推薦したものがフリーパスで招待されたということを事実上認めた。ですからこれはね、まさに血税を使った買収疑惑、いよいよ深刻になっているというのが一つの問題です。それから夕食会の問題は、この一人一人の参加者が契約したいであって、事務所は預かり知らないと、これで来たわけですけれども、とうとう昨日ですね、1人5000円で、合意したけど契約していないと。合意したけど契約じゃないんだと。しかし合意というのは契約そのものなんですね。ですからこれも日本語としてもう成り立たない答弁になっていると。募ったけれども募集してない、合意したけれども契約してない、これ日本語としてもう成り立たないんですね。ですからこの夕食会の問題もですね、これまでの、答弁が成り立たないところまで、来たというのが現状です。それから公文書管理の問題、これも、我が党の山添議員の追及に対して、この開示の対象とされることと公開されることは違うと、というまた名答弁が、名というのは迷う方の名ですが、出てまいりまして、これも日本語としてはもはや成り立たない答弁になっております。募ったが募集をしていない、合意をしたけれども契約をしていない、対象とされることと公開は違う、これも全部ね、日本語としても成り立たないんですよ。ここまで来てる。ですからこれまでですね、首相は公職選挙法違反には当たらない、政治資金規正法違反には当たらないということをずっと言い続けてきました。その根拠にしてきたことが総崩れになっていると、これは現状だと思います。ですから私はね、首相に言いたいのは、やましいことがないと、それでも言うんだったら自ら徹底的に調査をして、野党が求めている資料を国会に提示して、国会に報告すべきだと。それがなされる場で、徹底的に野党としては、また我が党としてはこの問題を追及していきます。で、与党の側からですね、もっと大きな問題があるだろうという議論が起こってきます。私たちもちろん内政外交の重要問題、大いに議論しております。今の新型肺炎の問題、
消費税の問題、雇用の問題、我々も予算委員会で議論しています。で同時にですね、この問題というのは決して小さな問題じゃない。権力のトップにある人が税金を使って国政を私物化していた、大問題ですよ。そしてね、こういうねことをやる総理に大体内政外交の基本問題を論じる資格があるのかという問題なんです。私は資格ないと思いますよ、こういう問題についてきちんと説明できなかったら。で資格がない人がね総理大臣やってるってのはまさに日本の政治にとって大きな問題じゃないですか。ですからこの問題はまさにそういう問題としてきちんと私たちは引き続き追及してまいります。からもう一点発言しておきたいのはですね、トランプ政権がですね使いやすい小型核兵器を実戦配備したという問題です。これは4日、ペンタゴンが、小型の、核弾頭を搭載した、潜水艦発射弾道ミサイルを、海軍が実戦配備したという発表を行いました。これは非常に深刻な問題です。トランプ政権が使いやすい核兵器といわれる小型核を実戦配備した、これはですねまさに核使用のハードルを下げて核戦争の危機を増大させるものでありまして、ロシアや中国などとの核軍拡競争をさらに激化させるものであって、核兵器のない世界を目指す本流に対する重大な逆流を作るものであって断固抗議したいと思います。で問題はですね、日本との関係が深刻な形で出てくるということです。で今回のトランプ大政権の対応というのは2018年の NPR に基づく対応なわけですね。核体制の見直しに基づく対応なわけです。でこの NPR ではですね、今述べた SLBM の一部を低出力の核弾頭に切り替える、それから、海洋発射 核トマホークに代わる新型の海洋核巡航ミサイル SLCM を開発する、それから核非核両用の戦闘機である F-15E あるいは F-35 に搭載する核弾頭を作る、こういうですね、使いやすい核兵器の方向に舵を切るんだという決定を2018年にやっていて、それを具体化として出てきているわけですね。ですからね、今後問題になってくるのは日本への核兵器の持ち込みということが問題になった。でこれまではですね、SLCM について米国が2010年の NPR で、核搭載の SLCM の退役をですね発表したということを受けて、政府としてはね、もうこういう退役発表してるんだから日本への核持ち込みはもう想定されないんだという答弁だったわけです。しかし2018年の NPR で事態が変化し、そして実戦配備がもう始まったという段階になりますとね、日本への核持ち込みということが現実問題として深刻な問題になってまいります。それでこれはご承知のように核密約があるわけですよね。1960年の核密約がある。でこれは事前協議なしに、核兵器を搭載した艦船あるいは航空機、これは日本に入ることができるという密約があるわけですね。これは民主党政権の時代に密約の存在を政府としても確認しました。そして廃棄の措置を取ってないんです。ですからこの密約が生きて働き始めますと、まさに事前協議なしに日本に核兵器が持ち込まれると、で日本が核の基地になるという現実的な危険が今生まれてきているということだと思います。ですからこれはね、非常に深刻で重大な問題でありまして、でこの問題日本政府としてですね、この核密約を公式に廃棄するということを強く求めたいと思います。公式に廃棄して全く無効なものとして言って初めてね、この問題について日本政府の意思が働くようになるわけですね。ですから核密約の廃棄をこの機会に強く求めたい、このように思います。私の方から以上であります。あとはご質問があればお答えします。
はい、どうぞ。NHK 奥泉です。拉致被害者の有本恵子さんのお母さんは94歳で亡くなられました。その受け止めと政府の拉致問題の取り組みをですね、どのように評価するか教えてください。亡くなられたことは大変無念だったであろうと思います。それでこの問題がずっと解決してないことは本当に我々としても心を痛めているわけでありますけれども、政府の取り組みということで申しますと、私はね、安倍政権の下での取り組みは一つの破綻に陥っていると。で、安倍政権になって7年ですよ。で、首相はこの問題についていつも繰り返し解決すると言ってきたけども一歩も進まない。なぜ進まなかったのかと言いますとね、やはり対話のための対話は必要ないと。圧力一辺倒でずっと来た。そしてトランプ政権が態度を変えてようやくですね、今対話ということを言い出してるんだけども、ずっと圧力一辺倒で来た。やっぱりそのことがですね、この問題の解決を難しくした。私たちは対話のための対話は意味がないと、圧力一辺倒というやり方は反対しました。そういうやり方じゃ解決しない、やっぱ真剣に対話の方向に転換すべきだということをずっと言いましたけれども、耳を貸さなかった。で、トランプ大統領が転換して初めて日本がね、それに合わせて転換したわけですけども、その対話しているんでずっと来たことがね、やはりこの問題の解決を難しくしていると、そう思います。ですから大変責任重いと考えております。ですからこの問題はやはり安倍政権の下で解決するのは大変難しい。やはりこの点でも政権を変える必要があるというふうに強く思います。はい、すみません、立法事務費について伺いたいんですけれども、今日は衆議院の議運の理事会で、秋元司さんと下地幹郎さんと葛飾さんの3人の立法事務費申請があって、そのうち下地さんと葛飾さんの2人の分が認められました。で、秋元議員が立法事務費を受け取る資格があるというふうにお考えになるかお聞きたいのと、あと下地さんと葛飾さんの分については共産党も賛成していると思うんですけれども、その辺そのどういう理由で賛成しているのか。これは議運で取り扱いが決められたということだったと思います。それで秋元さんについては保留ということで、各党で合意したというふうに聞いております。私が言えるのはそこまでです。はい、どうぞ。自治の一環です。はい、今新型肺炎、政府が難しい対応を決められていますが、現時点で政府の対応でここが問題だというものはないかというこれは私たちこの新型肺炎の問題、非常に国民の皆さんも不安を感じている問題であり、日本国民の命や健康にとっても重大な問題ですので、状況の変化が刻々変化してきますよね。その変化に即して国会でも我が党として大事だと考える点は、政府の立場を正すということをしてまいりました。それで、今日も高橋議員がこの問題を絞ってね、かなり全面的に問題点を、問題をですね、いくつか提起もし、ってまいりましたけれども、やはりこの問題はですね、やはり与野党の枠を超えてね、ともかく今は、封じ込めると、で、国民の命と健康を守ると。いうところで知恵と力を合わせるということだと考えております。そういう立場で対応したいということです。はい、どうぞ。また別件なんですけれども、はい、赤旗の日曜版の一面でですね、辺野古の軟弱地盤のデータを防衛省が隠蔽していたというふうに報道があったと思うんですけれども、それも事実とするとどういった問題点があるとお考えか、またこの問題をその国会で追及するお考えがあるか。これは大変大事なスクープ を日曜版に出しております。ですからこのデータの隠蔽という問題がね、これは国会でもしかるべく
追及をしていきたい。でもともとこの軟着地盤の問題というのはもともとずっと隠蔽してきたという経過もあります。その上に今度のデータが出てきたということですので、私たちとしては、しかるべく追及していくことになるだろうと思います。ただ日曜版で出した段階と国会で追及する段階というのはまたよく準備をしてね、臨みたいと思います。よろしいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございました。